食玉とは、野球において、走者の体または類にボールを所持した野手が触れる、守備行為を指す。英語では、タックという。日本のマスコミでは、食玉、タックに代わって、ほとんど、タッチという語を用いている。ソフトボールでは、ルール用語として公式に、タッチが用いられている。野手の類への触れ玉を触れるいというものもいるが、食類は、走者が類に触れて、 類を占有する行為を指す用語である。反則行為をしていない走者をアウトにする場合、その唯一の方法が野手の触れ玉である。食玉を持ってアウトを取った野手には視察が記録される。食玉には走者の体への触れ玉と類への触れ玉の2種類があり、状況によりそのどちらを用いても良い時や前者でなければならない時などがルールで規定されている。 奏者の体へ食玉する野手ボールを野手が確実にしっかりと保持し、そのボールを奏者の体に触れさせる。あるいは、グラブ、または手でボールをつかみ、その掴んでいるグラブ、または手で奏者の体に触れる必要がある。ボールを掴んでいる方とは、反対側の手で奏者の体にタッチしても奏者はアウトにならない。食玉号も野手はボールを保持している必要があり。 走者との衝突時にボールを落としたり、グラブや手の上でジャックルした場合には、確実にしっかりと保持していたことにならず、走者はアウトにならない。食玉後のボール保持時間に定めはなく、判断は審判員による。走者の体への触れ玉は、エキサイティングなプレーであることが多く、アウトかセーフかが、ギリギリのタイミングで、よく発生する。そのため、走塁妨害や、 守備妨害といった反則が起こる可能性もある。野手はまさに打球や送球を受けようとしている時やボールを保持した後ならば、食玉を果たすために走路に位置しても構わないが、それ以外の時に走者の進路を塞いだ場合は審判員に走塁妨害を宣告される。類に食玉する野手ボールを野手が確保し、その体の一部を類に触れれば、類への触れ玉が完成する。 この際、イに触れる、体の部位に定めはない。多くの場合、ボールを持った野手がイを足で踏むことで行われるが、たとえボールを保持した側と、反対側の手間側グラブで塁に触れたり、ボールを保持した野手が、塁に尻餅をついたとしても、塁へ食玉したとみなされる。塁への触れ玉を果たす際に、最も多いのは、ボールを持った野手が、イ近辺の野手に向けて送球する方法である。補給する。 側の野手は類にあらかじめ足を触れておき、そのまま送球を補給すれば迅速な触れ玉が完成する。この場合でも、グラブや手の上でボールがジャックルしているような状態では正規な補給とはみなされず、その後にボールを確実に保持できたとしても、片方以前に走者が類に触れていればアウトとはならない。また、ボールが グラブの網などに挟まって取り出せなくなったためグラブごと投げつけた場合、類に触れた野手がこれを胸に抱え込むように保持したところ完全補給と認められなかった事例もある。ありがとうございます。